第三節人格改造の方法論人格を変えると言ってもそれなりの方法が必要です世間では道徳や法律あるいは戒律や規則を守らせることあるいは強制することによって人格は変わるものであると考えられていますがこれはとんでもない間違いですそんな単純なことで人格が改造できれば苦労はいりません アルコール中毒症の患者に酒は体に悪いからやめなさいと言っても簡単に酒がやめられるわけがありません長年の大量上集喫煙者に肺がんになるからタバコはやめなさいと忠告してもほとんど効果はありませんみんな昔の植木等の数だら節の文句ではありませんが文化ちゃいるけどやめられないのです 言って聞かせるだけで、はいはいと素直に言ったことが実行できるようなら、何の苦労もいりません。したがって、人格改造にはある方法論が必要ですし、人格を改造しようと思い至る動機づけが必要です。どうしても人格を変えようという本人の強い意識がない限り、人格改造に取り組もうという気にさせるのは困難なのです。普通の健康な人は 心や人格を変えなさいと言っても「俺にはそんな必要はないよ」とか「私はこれで十分幸せです」とか言って心や人格の改造の必要性を認めようとはしないでしょう。病気であることを自覚していない状態を病死がない状態であると言いますが健康な時は自分の心や人格的な異常や偏りに対して病死が持ちにくいのです。 がんなどの治療困難な病気になったこの時こそ自分の心や人格の偏りに対して病死を持ち病気治療のために人格改造をしようと思い立つ絶好の機会なのですでは基本的な考え方からまず説明しますがこれらの考え方がとても納得できないという人も多いはずですしかし病気を治すためにはとりあえず このように考えておくと納得してください。A 人生は何のために生きるのか。人生の目的とは何かという大問題は古今東西の宗教家や哲学者が頭を悩ました大問題で私が簡単に答えを出せるようなことではありません。人生の目的は何かという問題に対する答えはその人の価値観によって多様で、 簡単に回答が出るものではありませんが一般的には地位名誉仕事幸福な家庭十分な財産すなわちお金などを挙げることができます特に命の次にはお金が大事だとよく言われますしかしお金は人生を幸福にする手段ではあっても目的ではありません仕事をしてお金を儲けてそれを 何のために使うかが大切なのでないでしょうか手段を目的と勘違いしてはいけませんとりあえず次のように考えてください人生の目的はさまざまな経験をして多くのことを学び少しでも高い境地に到達するように努力することであると別の宗教的な言葉では悟りを得るために修行するとも言えます または冷静を向上させるためであるという言い方もできます日本ではいろいろなことに「道」という言葉をよく使います柔道剣道などのスポーツ茶道華道などの芸事仏道神道などの宗教にも「道」という言葉を使いますこれはどのようなことも単なる技術ではなくいろいろな技術を通して人生の本質である「道」 すなわち、天地自然の理を学び、それに熟達するよう努力するという意味で使われるのです。B、存在とは何かという人生の基本問題に対する考え方。まず、次の問題についてよく考えてみてください。憎い人という存在があったとき、憎い人というものがあなたの外側に実際に存在してるから、憎い人を憎いと思うのでしょうか。 それともあなたの心の中に憎い人という存在が生じるから憎い人という存在ができるのでしょうかどちらでしょうかまたあなたの目の前にある花はあなたの外側に花という存在があるからあなたが花を見ることができるのでしょうかそれともあなたの心の中に花という存在があるから 花という存在が目の前にあるように感じるのでしょうかどちらでしょうか普通の人は自分の外側に憎い人がいるから自分はその人を憎いやつと思うのだと考えるでしょうまた花という存在が自分の外側にあるから花の存在が認識できるのであると考えますしかしこれは大きな間違いである という考え方もあります自分の心の中に憎い人という認識が生まれるから憎い人ができるのです。また自分の心の中に花という存在が生じるから外界に花があるように認識できるのです。という見解です。そんな見方は科学的におかしいという反論が出そうですがよく考えてみてください。 この世のすべてを認識できなくなるはずです。その時、果たして、あなたはこの世が存在しているということが証明できるでしょうか。同じ桜の花を見ても、入学試験に合格した人は、自分の将来を祝福してくれる素晴らしい風景に見えるでしょうが、入学試験に落ちた人にとっては、とても悲しい風景に見えるはずです。要するにすべては 心の持ち方次第で変化する性質を持っているのですこのように心の持ち方でこうも不幸も好き嫌いも全て決まるものであると言えますですから自分の外に存在するものは全くなく全ては自分の心の中に生じた現象であるという考え方もできるわけです自分にの外側に存在するものを変化させることは 簡単なことならできますが普通は困難なことの方が多いはずですしかし自分の心の中に生じた現象ならば自分が変わることにより比較的容易に変えることが可能なのです科学的な議論はさておきとりあえずこのように考えておくことが真理に達する近道であると思ってくださいこのような考え方を 仏教では有識論と呼びます。有識論では物が実体として存在するのではないことの根拠の一つとして一水四味という考え方をよく引き合いに出します。水という存在が立場によって全く違って見えるというのです。天人には水は宝石で飾り立てられた大地に見え、その上を歩くこともできます。人間には 水は普通の水に見え生きていくのに大切な必需品ですがその中に入ると溺れて死んでしまいます魚には水は住居に見え普通は人間が空気を感じるのと同じ感じ方をしているのですが水から出ると死んでしまいます地獄のガキには水は海の流れに見えとても近寄れない存在となりますしたがって水というものも いつも人間が見ているような姿で実体とししてて存在してい者の,いいの,の,の立場によって全く違ったように見えるから水という存在に定まった形はなくそれを決定するのは見る者の,の心であるというわけです。有意識論の見方では全ては心の中に存在すると考えます外界には何も存在していないことになります。 したがってあなたが執着している財産も金銭もあんたが愛している家族や恋人も実際には存在せずすべての現象はあなたの心の中に浮かんだあなたの夢や幻覚や妄想の類であることになります病気も単にあなたが自分の心の中に存在している信じ込んでいる夢や幻覚や妄想の一かけらであり 実際にには存在していないななことになります。般若心経の中にある色即く空空即く色式という有名な句も由意識論と同じ内容を表現しています色とは色がついていて認識できる物質的現象でありこの世の物理的存在を意味しています空とは実体がないことを意味していますですから色即く空空即く色式を訳せば 物質的現象には実体がない実体がないからこそ物質的現象なのだすなわちわかりやすくに言えば目に見える物質という存在は実際には何も存在していない空っぽの状態である何も存在していない空っぽの状態であるから目に見える物質としてそこに存在しているのだと言っているのです。 この結識論の説が科学的に正しいかどうかを延々と議論しても何も得になることはありません。ここで「は存在とは何か」という大問題に対し結識論のような考え方があることを知っておくことが大切です。そしてとりあえず結識論のように考えておいた方があなたの人格改造を引いては病気の治療に役に立つのです。 心の境地が変わると、自分の周りの世界や考え方もがらりと変化するものです。有意識論の考え方は、あなたの心の変革を成し遂げるための突破口となる方法論と考えてください。